して大外から6号艇の西岡成美です。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。1番、2番がわずかに除いたスタートになっています。その後も1番、2番が出ていって1枠の旋回へ。逃げる1号艇のオアシ、まくりに行ったのは3号艇の鈴木、さして6号艇の西岡、バック側6号艇西岡が1号艇オアシを捉えてトップ争い、優勢に運んでいます。スタートは前提正常でした。6号艇西岡対1号艇のオアシ、さらに外には3号艇の鈴木がつけています。これから2マークの旋回、内側から回ろうと6号艇の西岡、外つけ回る1号艇の大橋を振り切ってきました。先頭は6号艇の西岡成美です。2番手に1号艇大橋瑠璃香、3番手は3号艇の鈴木成美、上位3艇6番、1番、3番、後続は2号艇中澤、4号艇平川、5号艇西村。2周1マークトップで6号艇の西岡、続いて1号艇大橋、攻めてくる3号艇の鈴木ですが、しのいだ1号艇の大橋が2番手、3番手は3号艇の鈴木、上位3艇は6番、1番、3番、その後ろ水がいて4号艇平川、5号艇西村、大きく遅れて2号艇の中澤です。2周2マークの旋回、トップターンは6号艇の西岡、続いて1号艇の大橋、3番手は3号艇の鈴木が続いています。上位3艇は6番、1番、3番で、レースはこれより最終周回です。先頭を走るのは徳島の123期6号艇の西岡成美。このハードコンディションの中、1周1マークは見事に展開をつきました。最後の1マークトップでクリア。続いて1号艇大橋、3号艇鈴木が3番手。上位3艇は6番、1番、3番です。この6-1-3の組み合わせ、3連単のオッズ10万円台のビッグ配当となりそうです。これがデビュー2勝目、若松では初勝利となります6号艇の西岡成美、トップで最後の直線に戻ってきました。2番手1号艇大橋、3号艇鈴木が3番手、6-1-3で間もなくゴールです。先頭6番五輪、1番五輪、3番五輪、4番5番五輪。2番五輪、以上前提五輪しました。